大阪市北区中之島の大阪市役所本庁舎前であります。いわゆるですね、東側のですね、裏口前ということなんですが、ちょうどですね、その東側の、左の方ですね、こちらですね、中之島図書館があるんですけれども、その手前の方に水晶橋南水目の交差点があります。小さな交差点、押しボタン式の交差点なんですけれどもね。今回はですね、この大阪市役所からお届けするんですが、今回は9月4日の収録になります。実はこの9月4日なんですが、大阪880万人訓練がですね、行われる日なんですね。2019年までは11時の開始だったんですけれども、今年は9時30分の開始ということで、いつもよりですね、1時間30分早くですね、開始されるということなんですね。これまでですね、東野川区役所などでですね、大阪880万人訓練の方を体験してきたんですけれども、ちょっと仕事の通常で時間がかかってしまいましたので、今回はこの大阪市役所内でですね、その大阪880万人訓練の模様をですね、見ていきたいと思います。今は大阪市役所1階の東玄関になるんですけれども、ちょうど東玄関から入って左側の方に住民票と戸籍関係の受付を行うコーナーがあります。そして奥の方に行くとですね、南玄関があるんですが、その左に入ったところに市民情報プラザがあって、西玄関の方には大きくそびえ立つ玄関があるということですね。大阪市役所の南玄関の方へと出てきました。先ほど9時20分、時刻の方は9時22分になっているところなんですが、9時20分に防災行政無線による放送、そして大阪市役所内でのですね、詳細放送が同時にあって、9時30分から大阪880万人訓練によるが実施されます。そして大阪880万人訓練に伴う防災行政無線を使った訓練放送を行いますという放送がありました。この大阪市役所のですね、屋上の方にもですね、防災行政無線のスピーカーが置かれていてですね、ちょっと聞こえにくかったんですけれども、9時30分開始ということで今年になりましたので、ちょっとですね、声の方が変わっていたんですけれども、あと7分すると大阪880万人訓練9回目、9年目が始まることになります。
こちらが大阪880万人訓練の、携帯のですねサイトなんですけれども、第9回大阪880万人訓練9月4日午前9時30分ということで、ちょうどですねこちらに訓練参加登録ということでですね、こちら大阪880万人訓練に参加するということになってたんですけれども、前日の9月3日の18時をもって、登録の方は締め切られていました。もうこの携帯ですね、スマホのもですねメールの方が自動的に届くということで、9時33分とそして9時34分から10時15分の間に各市町村からのメール、訓練メールがですね届くということにもなります。時刻は9時29分を回りました。大阪880万人訓練の開始、9年目の開始まで1分を切りました。9時30分に、防災行政無線の放送でですね、9時30分に大きな地震が発生したという想定で、流れるということになります。ここからはですね、放送の部分がですね流れるまで収録し続けながらですね、見ていきたいと思います。今度はですね、南玄関の、屋根のあるところの前から収録したいと思います。今9時半になりました。まもなく防災行政無線のスピーカーが流れてきます。今流れた訓練放送は緊急地震速報で、大きな地震、強い揺れに警戒してくださいという、訓練放送でした。そしてほどなくするとスマホなどの、携帯の方にですね、緊急メールが、訓練メールの方が送信されるということになります。これはですね、マナーボードにしていてもですね、音の方がですね、鳴って、訓練メールの方が自動的に送信されることになります。そして訓練メールの送信とともに訓練放送がもう一回流れることになります。まあ、先ほどはですね緊急地震速報の音だったんですけれども、今度は大津波警報のですね発令されたという想定で訓練放送が流れることになります。今時刻は9時33分になりましたので、スマホの方に、自動的にですね緊急訓練メールの方が送信されることになります。音の方もですねマナーにしていてもですね、今来ましたね、その音の方が聞こえてきてますね。小さめですけれども音が聞こえているようです。もうすぐすると私のスマホの方にも届くことになります。そして、大津波警報が発令されたという想定の、訓練放送も、流れるということになります。そしてその1分後の9時34分から10時15分にかけて各市町村からのですね、メール、緊急訓練メールの方が自動的に送信されるということになります。
こうやってちょっと、スマホをですね確認されている方がですね、ちょっと目立っているような感じなんですけれども、まだ私の方にはですね、訓練メールの方は来ていません。9時35分になったと同時に、防災行政無線2度目の訓練放送、大津波警報が出されたという想定での訓練放送がありました。こちらは FM プラプラのですね、通知一覧に入っていたメールなんですけれども、ESFM のですね、メールになるんですけれども、訓練通報ドリル大阪府大阪880万人訓練の訓練通報です。実行委員会を代表して大阪府より発信しています。リスタードリル、9時33分に大阪府沿岸全域に大津波警報が発表されました。身の安全を守るための適切な避難行動を取ってくださいと、表示してあります。訓練メールの方がですね、届いているということなんですね。雨の方がましとしとと降り続いている大阪市役所の南正面のですね玄関になるんですけれども、今までの11時に始まっていたとは違って9時30分の始まりとなった2020年の第9回、本当にですね、いつですね地震が起こるか、そして大きな津波が起こるかも分かりません。万が一のためのですね、防災意識をですね一層高めていただいて、今ですね防災のですね、向けての取り組みとして、警報のですね発表級がですね変更されたり、そして避難情報もですね大変向上されていますので、ぜひともですね一度、防災マニュアルの方をですね確認していただきたいというふうに思います。大阪880万人訓練第9回の、当日の様子を大阪市役所前の方からご紹介しました。